アップル iPhone は iPhone6S、iPhone6S プラス iPhone6S プラスは、アップルが開発、販売する iPhone の第9世代目のモデルである。2018年9月13日に iPhone XS、XS Max、XR の発表とともに Apple Store でのすべてのモデルの販売を終了した。2015年9月9日。 アメリカカリフォルニア州サンフランシスコのビルグラハム、シビックオーディトリアムで開催されたスペシャルイベントセプテンバー2015で iPhone6SiPad Pro iPad Mini 4 Apple TV と共に発表された。2015年9月12日、日本では午後4時1分から予約開始。日本国内では NTT ドコモと KDDI、沖縄セルラー電話連合、 ソフトバンクから販売されるほか、アップルストアでは、SIM フリー版が販売される。2015年9月25日、ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、香港、シンガポール、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国、プエルトリコで先行発売。日本では、日本時間の8時に発売が開始された。次世代の i p h o n e 七が発売されてから、 値下げとともに 32GB モデル、128GB モデルの2種類に刷新された。16GB モデル、64GB モデルの販売は終了した。ソックには Apple A9 を採用、iPhone 6 Plus に引き続き 64bit アーキテクチャとなっており、パフォーマンスは CPU が70%、GPU が90%向上したとしている。 採用されたモーションコプロセッサーの M9 は、ソックに組み込まれており、バッテリー駆動時間が向上したほか、各種センサーの常時起動性能の向上も図られ、シリが常時起動状態となりいつでも、ヘイシリと呼びかけることでシリを呼び出すことが可能となった。指紋認証システムのタッチ ID も、第二世代となり、指紋認証が従来よりも高速化している。外見上は、 iPhone 6 Plus とほぼ同じであるが、ケースに Apple Watch Sports でも使用されたアルミニウム7000シリーズが採用され、強度は全世代比較で2倍以上と言われている。その反面、厚さが 0.2mm、重量が 20g 増加している。フロントガラスはイオン強化ガラスを採用。またカラーバリエーションは従来のシルバー、ゴールド、スペースグレート、新たに ローズゴールドが加わった4色となる。ディスプレイは新たに 3D タッチという新たな操作が追加されている。これはディスプレイの裏面に圧力センサーを内蔵し押し込む動作を感知できるようになった。また Apple Watch でも用いられているタプテックエンジンを内蔵することで押し込んだ動作を感知すると振動として押した感触を伝えることができるようになっている。 これにより、メールでは一覧で軽く押し込むことで、プレビュー表示をし、さらに深く押し込むと、全体表示ができる。メールなどに書かれている URL を軽く押し込むと、そのウェブサイトのプレビューができる。同様に住所を軽く押し込むと、その場所の地図のプレビューが表示される。写真撮影中に、サムネイル画像を軽く押し込むと撮った写真のプレビューを表示する、などの操作ができるようになったほか、 ホーム画面でのアイコンを押し込むことで頻繁に使われる操作がクイックメニューとして表示されるクイックアクションや画面左端を押し込みながらスライドするとアプリスイッチャーが表示されるメモアプリなどで手書きを行った場合間圧機能によって太さが変えられるなどの機能も使えるようになるメインカメラのアイサイトは画素数が12メガピクセルに増強され画素間で 光が混入しないような仕組みが施されている。動画撮影時には 4K30fps の動画が撮影可能となった。また写真撮影時に短い動画を同時記録するライブフォトスを搭載。これによる動画は写真アプリ上で 3D タッチの押し込み操作を行うことで表示ができるほか、ロック画面の待ち受け用にも使うことができる。iPhone 6プラス同様に。 光学式手ブレ補正機能を搭載。全機種では写真での手ブレ補正ができたが、この機種ではさらに動画でも手ブレ補正が可能となった。フロントカメラの FaceTime HD カメラも画素数が500万画素に増強されたほか、自撮り撮影時にディスプレイを真っ白に明るく光らせるレティナフラッシュ機能が追加されている。モバイル通信では LTE の周波数帯が 最大23バンドに対応し、CDMA の対応可否でにモデルが用意されている。また、LTE アドバンストに対応したことで、下りが最大 300Mbps にまで高速化したほか、ウォルトによる通話にも対応している。日本国内での LTE による通信は各キャリアで以下の通りとなる。なお、3G の CDMA については、 対応周波数帯が4バウンドに増えたものの、これまで対応していた EV、DoLev, B が未対応になったため、これを使っていた AU の We 運 s スピードが使用できなくなる。Wi-Fi は IEE802.11A, B, G, N, a c で新たにミモに対応したことから 11AC で最大 866Mbps での通信が可能となった。 また、Bluetooth も4.2に対応している。iPhone6 同様に、iPhone6S Plus を急速充電するには、Apple 10W USB 電源アダプタもしくは、Apple 12W USB 電源アダプタを使用する必要がある。急速充電を行うと30分で50%まで充電できる。Mac の USB ポートでも、最大 2.1A で急速充電ができる。 2018年10月から2019年8月までの間に製造された特定のシリアル番号のものが電源が入らなくなる可能性がある適用対象の場合販売日から2年間無償修理が実施される iPhone 6S や iPhone 6S Plus の電源が入らない問題に対する修理プログラム出展 Apple Newsroom Archive ハットアップル、iPhone6S、6S プラスを発表、9月25日発売。携帯ウォッチ、2015年9月10日9月25日発売。iPhone6S、iPhone6S プラス正式発表。IT メディア、2015年9月10日アップル、Apple? プレスインフォ。アップルイントロデューセス iPhone6S&iPhone6S プラス、アップルプレスインフォ。 2015年9月9日、ドコモの iPhone は 262.5Mbps。予約は12日から、携帯ウォッチ。2015年9月10日、スーパー iPhone 優遇策を連発する au、他社に先駆けて出していく、携帯ウォッチ。2015年9月11日、新しい iPhone は、SIM ロック解除か、ドコモでは即日解除も、携帯ウォッチ。 2015年9月10日最短は、ドコモの発売日、当日、iPhone6S、6S プラス、iPad mini4 の、シムロック解除はどうやるのキャリア別に確認しよう。アイメディア、2015年9月14日、iPhone6S 明日発売消えた恒例の大行列。なぜ、朝日新聞デジタル、2015年9月24日、Apple Inc.,iPhone News、 ニュースルームアーカイブリリーブドジャニュアリー28 2021ありがとうございます。